特技なのかな、うん、鼻が柔らかい。何それ、はい、ものすごい柔らかいんだよ。柔らかいって何、なんかいきます、うん、はい、んうんうんうん、どうした、ごめんね、芸人たちがこれぐらいのリアクションしか取れないけど、いや最大限ね、それ盛り上げたいんだけど、ごめんごめん、俺もっとさ、なんかさ、こうにやったらムニューってなったりするのかな、そう思ったんですよ、俺もベチャンってなんのかな。逆にじゃあ言わせてもらいますけど、できますか、えできますか、無理だ、やってください、切れた、手を使わずにできますか、手を使わずに、手を使っちゃダメ、手使ったら誰でもできます。あ、できてる、俺できる、多分いける、あ、できた、ほら、あれいけてるんじゃない、得意は。いやでも鼻の音が聞こえるじゃないですか、いきますよ、鼻の音全く聞こえないですから、いや聞こえるよ、おい、いい、言うてくれ、一番聞こえるよ。でも、もしあれだったら触っていただいて、すっごい柔らかいと思う。じゃあちょっと有田さん、どうぞ触ってみてください。柔らかいって何なの、おい、ちょっと待って、ちょっと、すげえ柔らかい。そうなの？触らせて。どうぞ。お、いやめっちゃ柔らかいやん。すごい。すごい。蒸しパンみたいな。これが人間の鼻か？いや、すげえ。お、すごい。え、か、これそうちょっと触ってみてください。あ、柔らかい。そんなに、やっぱちょっと触った方がいい、まず一回自分の確認して、自分の、自分の触ってからだよ、よ、もっと自分の確認して、福田の、じゃあ俺の得意あ、じゃあ大佐、俺もはい、座って全部硬い肌触って。